阿部さんは上海に入ると空港に向かいました。迎える人がいたからです。チベット族の少女ツームーと両親です。阿部さんはチベット高原のシャングリラを訪れた時、18歳の少女ツームーに出会いました。彼女は外の世界を何一つ知りませんでした。漂亮、真的漂亮。上海跟拉萨，你比较想去哪一个？想去上海。ツームーの夢を叶えようと、阿部さんは両親に上海への旅を相談しましたが、同意は得られませんでした。本当にそのままで来るか。阿部さんがシャングリラを去った後、ツームーは両親を説得して上海行きを実現したのです。现在要带你去看一下地铁是什么样的东西，然后它里面的环境是什么样。地下这样的吗？对对对。地下是吗？对。不是吧？真的。这个地方。ツームが上海にやってきた。来る前は彼女の人生を変えてしまうのではないかと正直悩んだ。でもやってきた以上は目いっぱい楽しんでもらおうと思った。わあ、すごいわ。わあ、いや、わあ、我这样看的时候，那个但是我好像幻想来着的。你这样一手放在哪里啊？现在在上。是在那个蓝的船的那边的刚才我们在的地方，刚才我们在那里是吧？对。刚才我肯定看到的是这个吧？这个？这不算海。这不是海啊。为什么呀？这是黄浦江啊。哇，这么大也不算海啊。太大了，还有很多的鸟呢。
去。起来起来。让你一下。僕はこの時、9歳で初めて日本にやってきた時のことを思い出していた。黒竜江省の田舎から日本に来た時は本当に衝撃を受けた。高層ビルや自動販売機、タクシーのドアに驚いた。上海の街を見て言葉をなくしたツンヌ。僕はあえて何も聞かなかった。3ヶ月後、ツームーから阿部さん宛てに手紙が来ました。上海では本当にありがとう。あなたは私のこれまでの人生で最も麗しい記憶を残してくれました。上海から帰ってシャングリラがとても小さいなぁと初めて感じました。私には幼い頃から大きな夢がありました。ちゃんと勉強して大都市の大学に入って音楽家になりたかった。でもこの夢は儚く消えてしまいました。頼りにしていた祖父が私が小学4年の時に亡くなり、私は小学校を辞めざるを得ませんでした。私は今も夢を持っています。たとえ小さな世界でも、大好きなシャングリラできれいな家を手に入れることです。それを民宿にしたいのです。もしその夢が実現する日が来たら、今度はあなたをシャングリラに呼びたいのです。その日までお元気で。ズーム。